ラムラジャー、プラサドシンラムラジャープラサドシンは、ネパールの政治家、共和生活動家。2008年6月の時点で72歳。タライ東部、サプタリ軍出身。ネパール初代大統領に立候補したが落選。父親は、裕福な地主だったが、インド独立運動に協力したため、シンは7歳で父と共に投獄される。インド独立で釈放される。 父親のジャヤマンガルプラサドシンの民主化闘争の影響を強く受けた。大学では法律を学び、デリー大学在学中に、ラテンアメリカの革命家、チェゲバラに会っている。ゲバラはネパールでゲリラ戦を行うことを勧めたという。成人して法律家となり、1971年、議会制民主主義を掲げて、国家パンチャー屋と議員に当選する。他の候補が、 全身的に民主主義に移行することを主張したのに対し、シン一人だけ直ちに移行することを主張した。パンチャーヤとの議長はシンを就任させることに気乗りがしなかった。シンは議会のロビーで私服の警官に逮捕され、特別法廷で起訴された。1971年8月26日、国王の恩赦を受け、パンチャーヤと議員に就任することができた。釈放後、 民主化を主張し続け、各地で集会を組織した。1976年翼政治運動、ネパール民主戦線を設立、インド亡命中のシンが議長となる。パンチャー屋と体制の下で地下活動を行った。1985年、シンは王宮や国会などに爆弾を同時多発的に爆発させて8人の死者を出した。当時、ネパール会議派は、 サティー・ヤグラハ運動を展開していたが、このために運動を中止した。そのため、大統領候補には、ふさわしくないという意見も出ている。シンはこのため、死刑判決を受け、財産は政府に没収された。シンはネパールを脱出し、インドに亡命した。インドから帰国したのは1990年、民主化で刑が許されてからである。帰国後、目立った政治活動をしていない。 最近のインタビューでは、インドの情報機関からネパールからのマでシの分離独立へ導くよう求められたと話している。一時は当選確実とまで言われたが、結局落選した。最大政党の毛沢党派が真の支持する中、これまで支持してきたマでシ人権フォーラムが、毛派が自党の副大統領候補を幼いという理由で支持を取り下げ、統一共産党と共に、 ネパール会議派の大統領候補の支持に回った。7月19日の選挙ではネパール会議派などのオース、ラームバラン・ヤーダブに次いで2位になったが、ヤーダブも過半数が確保できず、7月21日に再選挙することになった。7月21日の再選挙では、ラームバラン・ヤーダブが議員総数594のうち308票を獲得して、初代大統領に選出され、 ラムラジャプラサドシンは282票にとどまり及ばなかった。ありがとうございます。